沼田貯蓄銀行は明治時代に群馬県沼根郡沼田町で創業した貯蓄銀行。群馬銀行の前身業の一つである。旧社屋は利根沼田地域の金融史を物語る文化財として保存されている。沼田貯蓄銀行は1898年8月21日に現在の沼田市下の町にて創業した。1903年には 市内財木町に移転し、1908年頃に財木町に新社屋が完成したと推定される。1921年には沼田商業銀行に改称し、1926年に利根銀行と合併して利根銀行となった。財木町の社屋は以後も利根銀行本店として使用された。利根銀行は1928年に群馬中央銀行に買収され、 同行は1931年に、群馬銀行に改称した。1932年、銀行業に転業した群馬県金融株式会社が、群馬銀行及び、上州銀行を買収し、群馬大道銀行に改称した。そして、群馬大道銀行は1955年に改称し、現在の群馬銀行となる。材木町の旧沼田町地銀行社屋は、 群馬大道銀行になった当初は、その沼田支店として引き続き使用されたが、2年後の1934年には、銀行店舗としての営業を終了した。その後は1983年まで、職業安定所や土地改良区事務所、落農組合事務所などとして使用された。1984年7月3日には、沼田市内に唯一現存する。 明治時代の洋風建築として、群馬県指定重要文化財に指定された。胸札が発見されず、建築年代の特定は困難であるが、技法と文献から1908年頃の建築と推定される。木造2階建ての寄せ棟作りで、屋根は三河原武器。和洋折衷の偽洋風建築で、壁は漆喰で西側のみ土蔵作りである。 一階は営業室と事務室、二階は店長室と大広間があり、店長室の天井は均等各市で仕上げられている。2012年より解体調査が行われ、営業当時の様子が判明した。元の位置での修復、保存が検討されたが、京和位地での保存は困難であり、中心市街地の土地区画整理事業の核の一つとして、 国道120号沿いの上野町に移築された。復元にあたっては可能な限り解体した部材を使い、図書も当時の色合いが復元された。館内は一般公開されている。隣接地には2020年に沼田公園から旧時家住宅洋館と旧日本キリスト教団沼田教会記念街道が移築されており、明治から大正時代にかけての歴史的建築物が立ち並ぶ。 街並みが形成されている。ありがとうございます。